はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、宅建に一発合格するための具体的な学習計画について解説いたします。で、まず計画を立てる際に一番最初に考えなければいけないことって何なのかというと、今から勉強する今日から試験日までの期間、まずこれを考えていただきたいんですね。で、これを考えていただいて、まあ、計算をしていただいて、そこから逆算をして、じゃあ、1日あたりどれくらい勉強しなければいけないのか、というところを計画として落とし込んでいく。このような流れで考えていきます。で、今回は勉強期間というのは人によって異なってきますので、今回は3つですね。12月から勉強を開始する場合と、3月から勉強を開始する場合、6月から勉強を開始する場合の、3つの場合に分けて解説していきます。おそらくこの動画見ていただいている方は、まあ、12月開始の方もいれば、1月開始だったりとか、また4月開始とか、この間ですね、間の方いると思いますので、まあ、その場合は、まあ、大体これの間ぐらいを取っていただくといった感じで考えていただければ大丈夫です。で、今から試験日までの間にどれくらい勉強しなければいけないのか、できれば目標を立てていただきたいんですね。で、まあ、12月開始ぐらいであれば、過去問10年分、これは8割以上を解けるようにしましょう。で、また、予想模試、これも3冊ぐらいですかね。1冊あたり、だいたい3回分入ってます。まあ、場合によっては4回分入っているものもあるんですけども、まあ、3回分と考えると、3冊で考えたら9回分あるわけですよね。この9回分についても8割以上解けるようにする。これを一つの目標として立てておきます。まあもちろん、後で話すんですけれども、6月開始とかになってくると、これやるのって正直厳しいんですね。なので、ここの過去問の連度数っていうのは少なくなったり、また、もしも3冊ではなくて2冊と、まあ減らしたりすることもあるんですけれども、まあそれはですね、おいおい話していきます。で、まず重要なことを先にお伝えをすると、曖昧な知識では点数って取れないんですね。曖昧な知識は点数を生みません。確実な知識が点数を生むんです。つまり、確実な知識を一つでも多く頭に入れていくということがすごく重要になってきます。そのことを考えると、勉強したことを一回で頭に入れることは誰でも無理ですよね。なので、まあ、2、3回は復習することを前提として計画は立てる必要があるということなんです。で、今回は3回回すってことですね。これを前提として計画を立てていきますので、まあ、そのようにお考えいただければと思います。もしあなたが2回で頭に入る、2週で頭に入るというのであれば、2週で計算していただいてもいいです。また逆に、いや3週では頭に入らない、4週しなきゃ無理だというのであれば、4週の計画を立てていただければと思います。基本的に計算の仕方は一緒なので、今回の動画を見ていただいて、計算の仕方、これを頭に入れてください。そうすればあなた自身で計画を立てることも可能ですので、ぜひ参考にしていただければと思います。で、先ほどちょっとお話ししたんですけども、逆算で考えることが重要ですよっていう話しましたよね。逆算で考えるっていうのは、試験日までの期間を考えて、その期間から逆算して1日にやらなければいけないことを計算していくっていう考え方です。で、一方でやっちゃダメな考え方っていうのは積み上げ式なんですよ。これどういうことかというと、例えば、とりあえずじゃあ今から1日2ページずつ勉強しようとか、じゃあ今日から1日5問ずつ勉強しよう。まあ、こういった感じで勉強を進めていく計画を立てる方法なんです。これやるとなぜダメかというと、間に合わない可能性が出てくるからなんですよ。今具体例として1日5問って言いましたよね。で、一方でちょっとこちら見ていただきたいんですけども、12月から勉強を開始する場合であったとしても、これ1日8問とか、1日10問とか、これぐらいの勉強量が必要になってくるんですね。つまり逆算じゃなくて積み上げ式、今からじゃあ5問ずつやっていこうって積み上げ式で考えていった時に、ある時になって気づくんです。この勉強量では足らないってことに気づくんですね。で、そうなった時にはもう時すでに遅しなんですよ。だいたいそれ気づくのっていうのが7月とか8月とか、まあそれぐらいの時期なんですね。で、それではもう対策って残り2、3ヶ月で立てるって難しくなってくるんですね。なので、初めから積み上げ式で考えるんじゃなくて、もう逆算の考え方を使いながら計画を立てて実行していきましょうという話です。で、計画を立てる場合、今、1日2ページとか1日5問って言いましたよね。
このように具体的に数字で表した方がいいです。もちろんテキストとかで勉強するというのであれば、じゃあ今日は意思表示をやる、今日は宅建業法の免許の基準をやるみたいな感じに具体的に定まっているというのであればいいんですけれども、そうじゃない場合、間違った計画の立て方は1日2時間勉強する、こういった計画の立て方です。こういう立て方をすると本試験に間に合わない可能性があるんですね。今言った1日2時間勉強するにしても、その2時間でたくさん調べることがあってほとんど進まない。これがずっと続いたら結局間に合わないですよね。なので計画を立てるときは、どこの部分をやるのか、今日1日の目標、この部分までやろうみたいな感じで明確にしてほしいんですよ。まあ、例えばテキストであれば何ページやるのかっていうページ数ですね。問題集であれば何問やるのか、こういったところを計画に落とし込んでおけば、今日やるべきことが明確ですよね。だからそこまで行くのに、どれぐらいの時間かかるかわからないけれども、そこを目標に勉強できるわけです。そしたら自分自身が、あ、早く進んでるんだとか、あ、遅いなとか、この勉強量だったら足らないのかとか、わかるわけじゃないですか。そうすると、早い段階で計画表の修正とかができるわけですよね。例えば遅いというのであれば、じゃあ過去問10年分を8割以上解けるようにするんじゃなくて、じゃあ過去問を8年分にしようとかって減らしたりとか、これもできますよね。毎日2時間勉強するとかっていう風に、具体的に何をやるかが明確じゃないと、結局自分の勉強の計画はそれでいいんだって思い込んでいて、修正をかけないんですよ。そうすると初めにも言った通り間に合わないということになりますので、勉強時間、これを計画にするんじゃなくて、どこを勉強するのか、何の勉強をするのかというところを明確にした計画にしていっていただければと思います。で、ここまでが前段階なんですけども、ここからですね、具体的にじゃあ12月から勉強を開始した場合の話をしていきます。12月から勉強を開始するとなってくると、まあ、試験日まで、まあ、大体ですね10ヶ月ぐらいあるので、まあ、300日ぐらいあるって仮定しますね。そして7月の中旬、7月ですね、7月中旬から試験日までの約3ヶ月間、90日っていうのはもう模試をやる期間として残しておきたいので、それまでの210日、300から模試の期間を引いた210日、この210日の間で過去問10年分を3回やる計画を今回立てていきます。で、過去問10年分については1年分あたり50問あるわけだから、10年分だと500問あるわけですね。で、500問、これを3週やるわけだから、5、3、15、1500問、1500問を210日の間でやるんだということです。そうすると1日あたりどれだけ勉強しなければいけないのかというと、1500問割る210です。そうすると1日あたり 7.14 問行う計算になるんですね。で、 7.14 問、まあ、だいたい7問ちょっとなので、まあ、1日あたり8問ぐらいやればいいんだなという計画になるわけですね。で、続いて模試についても考えます。もし9回分って書いてあるんですけども、1回分は50問ですよね。で、50問を9回やるわけだから、45、450問あるわけです。で、今回模試については2周することを前提として考えます。450問を2周するということは900問ですね。もし3周する必要があるというのであれば、3周で計算していただければ大丈夫です。まあ、今回は2周で計算しています。まあ、これっていうのはもうこの過去問10年分やった時点である程度頭に入ってるわけですね。知識がある程度あるわけだから、模試についても比較的もう頭に定着しやすい状態なんですね。なので2週という計画で今回立てております。で、予想模試9回分は450問ですね。450問を2週するっていうことは900問です。900問を90日でやるということは、900割る90日で1日あたり10問やっていけば OK ですよっていう計画になりますよね。これが12月から開始した場合の話です。で、続いて同じように3月から開始、勉強を開始した場合、試験日までだいたい7ヶ月あるわけですね。7ヶ月あります。7ヶ月あるということは、まあ、だいたい210日あるわけですね。210日あるけれども、この期間をすべて過去問に費やすというのではなくて、模試をやる期間も必要です。なので、これ12月開始と同じように7月の中旬以降模試をやろうと、まあ、つまり、まあ、残り3ヶ月は模試をやろうと考えます。
となってくると210日のうち90日は模試を使うわけだから、残りの120日について過去問を行う流れということですね。で、過去問は3回復習する、3周するということを前提で考えているんですけども、12月開始よりも勉強時間がもう少ないですよね。少ないので、過去問10年分やるんじゃなくて、ちょっと2年分少なくして、8年分で計算をしてみました。まあもちろん、6年分とかでも全然構いません。まあできれば多い方がいいじゃないですか。たくさんやりたいですよね。なので、まあ今回は8年分考えました。で、8年分というのは1年分50問あるわけだから、8年分で400問あります。400問を3周するということは、1200問あります。1200問を120日で行うということは、1200÷120日で1日あたり10問と。この量を毎日やりましょうっていう話です。で、模試については12月開始と一緒です。模試は9回分2周行うと考えると、1日あたり10問勉強すればいい。同じということですね。で、ここで見ていただきたいのは、だいたい1日あたり8問、10問。まあ、これぐらいなんですよ。で、これぐらいが正直限界だと思います。勉強量的に仕事をしながらやるってなってくると、もうこれがね、ほぼほぼ限界量かなと。まあもちろん、もう仕事を退職してしまって、もう勉強時間に1日当てることができるという方はもっと勉強できますけども、仕事をしながら、家事をしながら、育児をしながらといった場合、もうこれがほぼほぼ限界量だと思います。実際私もこれぐらいが限界だったし、弊社の個別指導の受講師さん見てても、まあ、これぐらいが限界かなっていったところです。人によってはやはりこれよりも少ない量しかできない方もやっぱいらっしゃるんですね。なので、まあ、その点については、あなた自身で計算をしていただいて、ちょっとこれきついなというのであれば、この面倒数を少なくして対応するというふうに考えましょう。で、はじめにも言ったんですけども、曖昧な知識は点数生まないんですよ。確実な知識が点数を生むわけですよね。つまり、ここの年度数を変えずに、復習する量を減らすというやり方はしない方がいいと思います。つまり、過去問10年分を一周するとかっていう計画なんですよ。そのような計画を立ててしまうと、結局勉強したはいいけれども、その過去問10年分、ほぼほぼ頭に入っていないということになるんですね。それであれば、例えば過去問を3年分に絞って、その3年分を3周するようにして、しっかり3年分について8割以上解けるようにすると、確実な知識を一つでも多くするというやり方の方が結果出ますんで、この点は注意をしていただければと思います。で、続いて6月開始の場合、これも試験4ヶ月前なんですね。実際こっからでも合格する方はいます。弊社の受講師さんでも、ここから逆転合格する方います。全く法律知識ゼロ。卓研の勉強をしたことがない。といった方でも、この6月から勉強を開始して合格する方いますので、諦めないでください。で、6月から開始するということは、試験4ヶ月前だから、120日あるわけですね。で、これも同じく過去問と模試の期間を分けます。まあ、今回は、試験2ヶ月前の60日を模試として使います。そうすると60日を過去問として使えますよね。じゃあ過去問どれぐらいやれるかなって計算すると大体4年分ぐらいなんですよ。4年分と仮定したら1年分50問あるわけだから死後20、200問ですね。200問あるわけです。この200問を3周する。つまり600問やる。600問を60日でやるわけだから1日あたり10問ということですね。で、模試については6回分、1回分が50問。それが6回分あるわけだから、5、6、300問あるわけです。300問を2周する。つまり、600問あるわけですね。この600問を60日でやるわけだから、1日あたり10問やりましょうと。まあ、いう計画になるということですね。まあ、今回は過去問を3周する、予想模試を2周する計画で立てております。ただ、これは一例なので、あなた自身がもうちょっと復習量を増やすというのであれば、復習量を増やした計画にして、で、この年度数だったり回数をちょっと減らすみたいな感じで立てていくといいと思います。で、この計算なかなかめんどくさい、計画を立てるのがめんどくさいという方もいると思うんですけども、この計画がしっかりしてなかったら、試験直前になって間に合わないってなっちゃうんですね。なので、絶対ですね、これは一番最初に立てていただければと思います。で、立てていただいて、実際に実行していただいて、で、
1日の勉強量これできないなというのであれば、この部分を減らして、で、もう過去問の連動数も減らすわけですね。復習量はできるだけやっぱ多く取った方がいいと思います。人によって異なってきますが、自分自身頭に定着するのは何回で定着するかを確認していただいて、自分自身だったら4回ぐらい復習しないといけないなというのであれば、やっぱり復習量をたくさんやらなきゃいけないわけだから、過去問の連動数を減らすと。まあ、いった対策を取っていただく。といった感じで計画表は修正していくのがいいと思います。でもしなかなか自分自身で計画表を立てるのが難しい。また計画立てたはいいけれども、自分自身で計画を管理していくことが難しい。つまり計画に沿って勉強していくのが難しい。また計画の修正が難しい。という方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います。弊社の個別指導は私が計画を立てさせていただいて、1週間に1回あなたが勉強しているかどうかの確認のメールをさせていただきます。もし勉強ができていないというのであれば、言っていただければ、計画表を修正させていただきますし、また勉強時間が作れていないというのであれば、じゃあこうやって勉強時間を作っていくといいですよっていうアドバイスもさせていただきます。弊社の個別指導の受講者さんの多くが勉強時間がない、また自分自身で計画管理ができない方、まあ、そういった方が非常に多いんですね。それでも弊社の個別指導を受講していただくことによって、二人三脚で勉強を進めていくので、独学だったり予備校だったり通信講座通っても勉強できなかった方が弊社の個別指導を受講していただいて勉強を続けることができ、また結果的に合格していってます。もしあなたが次の試験で合格したいというのであれば、ぜひ弊社の個別指導を選んでいただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。